2022年に入ってすぐ北朝鮮による弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射が頻発したよね。正直それで年を明けた感が強かったよね。とはいえ、この行動に対して日本のミサイル防衛が機能するのかという根源的な命題を突きつけたとも言えるだろうな。そうだね。さて今回は、沖縄方面への部隊配備を進める一不可思議地対艦誘導弾のことを踏まえながら、日本の防衛装備について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも日本のミサイル防衛の趣旨は核弾頭が搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重きを置いて構築されてきたが、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔し、着弾地点の予測が比較的に容易なものに対処する単純仕様となっているぜ。だからこそ、近年北朝鮮が発射している変則的な軌道を核弾頭ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルの出現に対しては、日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題となりつつあるってわけ。そうだね。また日本にとって幸いなことは北朝鮮と対峙する韓国軍と在韓米軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が現実にミサイルを用いた直接的先制攻撃を行う可能性は低いと言えるよ。ああ、例えば北朝鮮が先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓米軍が保有するミサイル戦力の反撃によって、自国被害の方が圧倒的に上回ることを理解しており、報復的な抑止力が機能しているからな。韓国以上に周辺地域の敵が多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれるミサイルのみならずさらに小型で簡易なロケット砲すら迎撃する防空網を構築しており、高い有用性が発揮されているね。しかしイスラエルのアイアンドームといえども敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、起点となる目標1箇所に対して2発撃ち込む必要があり、究極的な方は攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御は困難になるんだ。実は台湾も似たような状況であり圧倒的に優勢な中国軍に対して対象戦での対峙は至極困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して敵航空機の接近を阻止する戦術を取り、これによって防空網を張っているぜ。うんうん。日本においては近年尖閣諸島周辺海域への中国の高まる圧力を受けて、中国海警局や背後に控える中国海軍艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への一不可思議地対艦誘導弾部隊を配置しているよ。当部隊が備える一不可思議地対艦誘導弾は陸上自衛隊が2016年より導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、旧ソ連による北海道侵略だとされていたんだけど、対象を移して九州を強化したよ。1991年の旧ソ連が崩壊してから8年後の1999年には、南西諸島方面の防衛を鑑みて熊本県の県軍駐屯地において、西部方面対冷下の対ミサイルの陸上の要として第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に一不可思議地対艦誘導弾の優先的な配備が行われることになったんだ。この一不可思議地対艦誘導弾は重装8輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されており、現在の最大射程距離は推定値だけど、約 200km 弱と今となっては長射程砲と言えるレベルではないんだよね。そのため2017年以後には一不可思議地対艦誘導弾のさらなる長射程化が進められており、2020年12月18日には当時の内閣と国家安全保障会議の決議によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担う結果となっているってわけ。趣旨として新ミサイル防衛システムの整備とスタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一不可思議地対艦誘導弾に関しては後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的として考えられているよ。日本がやるべきことはとにかく防衛力を高めることにあるよね。もちろん法の改定も急がないとだけど、ちなみに具体的な防衛強化はどんな感じなの？具体的な防衛強化としては前述した現状推定約200キロの一不可思議地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸するもので先立って約900キロを取る、最終的には約1500キロメートルを目指すものだね。また現在の重装8輪車両に搭載する形式以外にも、航空機搭載型による空対艦使用、艦艇搭載型による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化も掲示しており、それらを一不可思議地対艦誘導弾の能力向上型と定義しており機体を膨らませているよ。
ついでに言っておくと新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保ができずに導入が撤回されたミサイル防衛システムイージスアショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻混合型マヤ型の建造のことを指しているぜ。ただし新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように従来通りの着弾地点の予測が、比較的に容易で弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点となり能力不足と捉えてしまうな。そうだね。全く無意味だとまでは言い切れないけど、すでにロシアが現在のウクライナ侵攻で使用した極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は皆無に等しいことは否めないし、かなり不確実なものになるのではないかと非常に心配だよ。大日本帝国軍が太平洋戦争で敗戦したことによって憲法上の建前としては攻撃的軍隊の保有すら禁じているため、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として迎撃に特化した防空網の中心に防衛を強化することは専守防衛の理念にも合致しているよね。要するに、あくまでも防御的軍隊の兵器であるという観点から、日本がそれに類する兵器を開発保有することに問題はないと政治的にも定義してきたわけだが、現状では工場型ミサイルを迎撃することによって無効化しようという方策すら困難だと言えるな。現在のこの段階に差し掛かった時点で、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策は考えられないよね。一二式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型はそれに準拠した兵器となりうるというわけだぜ。現行の一二式地対艦誘導弾は発射された後の中途段階で管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階ではアクティブレーダーフォーミング方式で誘導を行うようにできているんだけど、中途段階の誘導方式を鑑みれば物理的には限定的ではあるが対地攻撃への転用も可能だろうね。しかし日本が専守防衛を国是として掲げているために正面を切っての議論は避けられているため、敵からの直接的な攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままではさすがに後味が悪いんじゃないかな。日本が対地攻撃能力を有する兵器を保有すること自体が敵基地攻撃能力に該当するとマスコミ等でも指摘され、推進派の対外が敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は攻撃的兵器は日本は保有すべきではないと言っているような現状だからな。そうだね。前者の推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、ロシアのウクライナ侵攻を見てもわかるように敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的だと思うよ。すでに北朝鮮や中国はアメリカと旧ソ連現ロシアが2019年まで締結していた INF 中距離核戦力全廃条約の陰で、自国はそれに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた500から 5500km の射程を持つ地上発射型ミサイルを多数配備しているし、今もなお試験を続けているんだから。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、冷たいという言語について解説していくよ。ちなみにみんなは、どんな時に冷たいっていう言葉を使うかな？そりゃ、アイス食べた時とか、キンキンに冷えたジュースを飲む時に決まってるじゃん。まあ、そうなるよね。俺は君たちのあたりが冷たいという表現に使うかな。僕たちそんな冷たいあたりなんてしないよ。いや、例えだからな。あ、そうなんだ。そういう使い方もあるよね。でも、この冷たいという言葉は昔は違う意味で使われていたんだ。え、なになに？どんな意味なの？それを今から解説していくよ。冷たいという言葉はもともと冷いたしという言葉だったらしいんだ。そこから、冷たしになり今の冷たいという言葉になったんだ。冷たしはまだわかるんだけど、どうして冷いたしからその言語になったのかな？それはね、平安時代よりも前の時代にの言語で、寒さから足先と指先が痛く感じるところから生まれたんだ。そのことから、寒いくらい痛いということの形容の意味で使われていたんだけど、そこから、触れたものの温度の低さを表現する言語として変化していったんだよね。そして、時代が進みものから人の態度や性格に対しても冷たいという言葉が使われたんだよね。そういうことだったんだね。でも、こう見たら時代の変化ってすごいよね。確かに、冷いたしから、冷たいだもんな。こう見ると言葉が進化しているみたいでなんか、すごいよな。こうなったら、言葉の進化をもっと見つけて勉強してやるぞ。みんなも言葉が進化したやつを見つけたら教えてね。あ、最近の若い子たちは、言葉を進化させるのがすごいよね。
確かに、卵かけご飯で TKG とか、みんなめんどくさがりなのかな？確かに、了解より一文字で片付けたり、その発想がすごいよな。僕はとりあえず、流行語を勉強することにするよ。お前、さっきからコロコロ変えて勉強する気あるのかよ。うっせぇわ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また明日の動画も見てね。うっせぇわ。はいはい、勉強できてすごいね。めんどくさそうに言わないで。もうみんなに迷惑だから、先に動画を終わらせよう。